どうも、ボクイです。本日は2020年8月25日でございます。この半年間の収入を通帳もろとも公開します。大道芸人って自粛期間何してるのって聞かれることがあります。我々大道芸人は密が大好きでして、普段から意図的に密を作る職業といっても過言ではありません。人を集めて寄せて盛り上げて密を作ってなんぼのもんじゃいみたいな職業なんですよ。ただ先に言っておきたいのは、イベントがなくなって仕事がなくなっても自分でこの大道芸という仕事を選んでいるので文句は一切ありません。僕は僕の責任と意思でこの仕事を選んでおります。なので大変そうだなと思ってもらえる分には全然構わないんですけど、かわいそうだなとは思わないでください。大変そうとかわいそうって全然違うじゃないですか。僕ら大道芸人は飲食店と違って経費がかからないので、ゼロになるだけでマイナスにはなりません。飲食店って経費がかかる分マイナスになるから、すっごいかわいそう。まあ別に自粛してるから偉いとは思いませんし、仕事としてやってる以上自分や家族の命と他人の命をこう天秤にかけられてるようなもんなんで、そうなったらやっぱ自分や家族の命が大事なのは当たり前じゃないですか。なので大道芸をやっても別にいいんじゃないかなとは思います。なんであくまで僕個人の話なんですけど、僕個人としては2月28日に某テーマパークでパフォーマンスの仕事があったんですけども、そのお仕事が直前にバラシになりました。でこれはやばい、人事じゃない、行動せねばっていうことで履歴書を買いに行きました。大道芸を始めてから10年以上この仕事しかしたことがなくて、履歴書に書くようなことは全くなかったんですけど、かといってこの今までやってきた活動を評価してくれないような人と一緒に働きたくないなと思いまして、今までやってきた活動を書いて、なんかオーディションのプロフィールシートのような履歴書が完成しました。で完成したんで、まあ僕法律の勉強とかをしているので、弁護士事務所とか税理士事務所とか行政書士事務所とか、まあいわゆる私業事務所に面接に行ってきました。週5でがっつり働いてほしいみたいなことを言われたんですけど、東京の大道芸人って実働時間で言ったら年間200時間も働かないじゃないですか。働かないんですよ。いや働けないんですよ。何ですかそのゴミを見るような目は。それなのに週5って1ヶ月で150時間ぐらいあるじゃないですか。いやもう無理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 ということで、基本週2で働いて、気が向いた時だけ週0や週5で働くという最高のゆとり契約を結んでいただきました。そんなこんなで、多い時は午前中だけで7、8件くらいの警察署に行ったりして、立派な雑用としてちゃんころをいただいております。そして4月頃にはもともと58キロぐらいあった体重が65キロまで増えて、体脂肪も 10% ぐらいあったのが 17、8% ぐらいまで増えて、倒立するのがめっちゃ苦しいというか重たくなってきました。ダイエットも兼ねて自転車を4万円で購入をして Uber Eats を始めました。2件配達してビール買って帰るみたいなことをしてたんですけど、2件配達してビール買って帰る。ゴールデンウィークぐらいになって暑くなってきたんで、 Uber Eats は現在休業中です。自転車代もまだ稼げておりません。パフォーマンス以外で銭をいただくということで、通帳もわざわざ別で作ったんですよ。僕は投げ銭用の口座と、あと営業とかの出演料が振り込まれる口座と、あと家賃とかが引き落とされる口座とか全部別で作ってるんですけど、今回はそのパフォーマンスとは完全に別で、あの稼いだお金が、銭が振り込まれる口座を作りまして、3月から今日までの約半年間の収入を公開します。ああ一応会社名は隠した方がいいかな。8月分の出演料はまだ振り込まれてないし、7月はパフォーマーとしては3日間しか稼働してないし、4月、5月、6月は完全なゼロなんで、この半年間のほぼ全ての収入がこれです。家賃すら払えない額なんですけど、まあまともに働いてないから仕方ないですね。ドイツ銀行 Uber なんとかってやつが Uber Eats からの報酬なんですけど、まだ3万円くらいなんで、せめて自転車代は稼ぎたいと思ってるので、涼しくなったらぼちぼち再稼働します。今月はというとですね、8月9日から8月22日まで某ホテルで毎日夜の8時30分からショーをするという帯の仕事をいただきまして、今月久しぶりにパフォーマーとしての生活をできてすごい幸せでございます。現時点では9月以降のパフォーマーとしての仕事はゼロですので、しばらく冬眠しようかなと思います。では今日はそんな感じです。おやすみなさーい。